モスケネス島は、ノルウェー北部、ヌールラン県のロフォーテン諸島を構成する島の一つであり、主な島としては、諸島の一番南西側にある。面積はおよそ186平方キロメートル。島周辺の強い潮流は、メールストロムと呼ばれ、古来様々な創作の題材となっている。行政区画としては、二つの基礎自治体に分けられる。南部は、モスケネスに、北部は、 隣のフラックスタット島と共にフラックスタットに属する。モスケネス島は山の多い島であり、山頂部はほとんど氷河に覆われる。最高峰は海抜線29メートルのヘルマンスダルスティンゲンである。島は複雑な海岸線を有し、北東から南西方向へ長く伸びる。両端の距離はおよそ40キロメートルで、幅はおよそ10キロメートルである。 隣のフラックスタット島とは狭い海峡で隔てられるが、コー高ルン橋で繋がっている。この橋は欧州自動車同時 E15 線の一部であり、道道路の起点は島内の大村にある。島内には数カ所の集落があり、すべてが東海岸に位置する。北部のフラックスタット群には、クレードワン、セールフィヨルド、クリュースタットなど、南部のモスケネス群には、王。 ハームネー、モスケネス、レーヌ、サークリセイ、セールーゲン、ティンドなどの村がある。かつて西海岸にも集落があったが、最後の一箇所は1950年代に度重なる嵐の被害により消滅した。モスケネス島を訪ねる観光客が多いため、各村には独自の特産品や独特な観光スポットがある。例えば、サークリセイ村には、 ヨーロッパ全域から集められた2,500体の人形を展示する博物館がある。セールウーゲン村にはノルウェー伝法博物館の文館があり、地元の伝法の歴史に関する展示品を所蔵する。1861年1 7 0トルに及ぶ路蜂殿諸島の優先通信線路システムが整備され、セールウーゲン村には中継局が置かれた。 1867年にこのシステムはヨーロッパ大陸とつながるようになった。1906年にイタリアに続きヨーロッパでの2番目の無線通信システムがセールウーゲン村とレスト島の間にできた。その後、1914年にセールウーゲン村の旧優先中継局がセールウーゲン博物館となった。大村は伝統的な漁村で全域が生きた博物館の ノルウェー漁村博物館と指定された。ノルウェー漁村博物館には、露宝天保守王博物館、現地の鍛事やパン屋、関油工場なども含まれる。第二次世界大戦が開戦すると、モスケネス島は、まもなく、ドイツ陸軍によって占領された。1941年12月には、ブリティッシュコマンドスによるアンクレット作戦の戦場となった。 その時におよそ200人の地元島民は自由、ノルウェー軍に参加した。ありがとうございます。